車で移動中です。今日は良い天気、西の方の景色です。大垣山でしょうか。けなし山登山口通過。ちょっと道が狭いです。9時42分です。天狗石山登山道ありました。林道でも行けそうなんですが、佐々木新道、車の道みたいですね。道がぬかるんでます。丸いのが気になります。たまにピンクリボン、植林があります。自然林、秋の景色。太陽は左方向法、右の川の音がしなくなりました。札があります。木の模様、落葉してます。苔むしています。水が流れています。残っています。道を見失いそうです。稜線が見えてます。ぬた場、笹があります。目印探さないと。山道たどってきました。道標です。ここにも地図がありますね。太陽が右後方、正しい道は赤テープ。植林があります。大きな岩、あれも岩、ピークかな。1時間活動しました。岩が増えました。2回目です。10時45分です。1192メートルの展望台、こちらが西方向、木が邪魔します。南西方向も太陽がある方、南も木が邪魔します。南東方向、植林。東方向も植林。展望台から北の景色が見えます。下の岩に行ってみましょう。三角点があります。葉っぱがない木です。こっちが北になるんですね。北の方がよく見えるんですね。北なら日本海見えているはず。これが大井高山かな。これが北東の景色です。そうするとこれが三瓶山、左が男三瓶、女三瓶に電波塔。今日は大山見えてるのかな。あそこの草原気になります。山道ありますね。看板も三石山はこの右あたりでしょうかね。これは浜田道でしょうかね。北の方の山、雲か海か。目の前の山、北西方向、海の方ズーム。三瓶山、天狗石山三角点、東の車道に向かいます。岩が面白いです。山頂は城みたいな感じ。目印あるかな。岩の門、まだ笹が濡れてますね。電波塔があるはずです。
柵があります。ススキの原が見えます。これが車道です。道標には天狗石山と書いてあります。建物なくなったんですかね。下っています。綺麗になるのかな。そしてこっちに建物があります。そして天狗石山、地図通り道があります。リボン多いです。清高和立草、鉄塔跡、そして電柱、青空です。三石山案内、こっちです。広い道、振り返れば天狗石山。広島島根県境、広島よりぬかるんでいます。たまに目印、木漏れ日の稜線、ピークです。三石山山頂1164メートル、三角点がある山。展望はないですね。朝山へと続く道、50メートル進みました。北の方戻りましょう。靴が少し濡れました。天狗石山です。山上ズーム、南西方向、車道の近くから展望が得られます。そして南方向、南東方向、南のあの山気になりますね。ここは陸上自衛隊。さあ車道を下ります。県境の杭ですかね。たくさんあります。11時50分分岐戻りました。車道も雰囲気いいです。植林の様子を見に来るんでしょうね。三石山の南側にいます。南西に U ターン、東に U ターン、また南西方向。あれが朝山かな。水が流れています。杉の木、建物が見えてきました。朝山登山口がある方です。虫が飛んでいます。マムシグサ。登山口に戻りました。12時33分、宮瀬神社です。電気がついてます。大都市神社によります。大都市神社です。